こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首第49回目。27番、中納言兼助の歌を2回に分けてお送りします。三日の原、湧きて流るる泉川、いつみきとてか小石かるらん。三日の原、湧きて流るる泉川、いつみきとてか小石かるらん。三日の原を二つに分けて、しかも湧きあふれて流れる泉川よ。泉よ泉、あなたをいつ見たというのか。僕はまだあなたに会ってやしない。それなのになぜこんなに恋しいのか。会ってください、この僕に。王朝には会わざる恋という恋愛のテーマがある。昔の恋は知り合って恋に落ちるというのではなく、まだ見ぬ真相の霊人に憧れを捧げ、恋文や歌を送って求愛するのである。なんで身もしない女が好きになれまんねん。雑白な与太郎青年は不審そうに言う。現代みたいにテレビや雑誌があったら、写真や映像は氾濫してますからな。吉永小百合に憧れるとか、大原麗子に恋するとかいうことがありますが、昔は絵でも描いてブロマイド代わりにばらまいたりしたんでしょうか。そんなはしたないことしません。昔の貴族令嬢はただ存在するだけで男性の憧れの的だったのです。へえ、そんなことがありますかねえ、と与太郎は疑わしそうに言うが、それは想像力の問題である。現代人は不幸なことに、何でもまともにばっちり目の前にあるものだから、想像力は減退してしまっている。しかし王朝の男たちはたくましい想像力を持ち、それが恋心を刺激する。何がし大臣の王姫、長女の姫は美しいという評判だけを聞いて、男たちはもうカッカとする。その評判を広めるのは、姫君好きの女房たちであろうし、親側でもあろう。貴賢の家の子女は皆、政略結婚ではあるが、やはり姫君に箔をつけるため、年頃になると、そういう人気も煽らないといけない。男たちはせっせと手紙や文を送る。まだ見ぬ人に憧れているわけである。親たちはそれを検閲して、かねて心づもりの青年であれば容認する。しかし中には、親がそのつもりでもない男が、お付きの女房を手なずけて、果敢に実力行使する場合もあるから、年頃の姫を持つ親たちの心労は大抵ではない。しかし、忍び込むなり結婚するなりして、初めて姫君の顔を見たとき、噂通りの美人やったらよろしいが、激ブスやと目も当てられまへんな。与太郎はこの類の話題には大層熱心である。あるんですよ、そういうことが。それこそ、源氏物語にある通りである。想像力豊かな源氏の君は、荒れ果てた屋敷に寂しく住む姫宮の末摘む花を大層な美女のように空想する。お月の女房をせっついて、姫宮の弾くお琴の音を聞く。もちろん、顔は見られない。この時代の姫君は、屋敷の奥深くこもって、人前に顔を見せることは決してない。鬼と女は
人前へ出ないがいい、と当時のことわざにあるくらいだ。今日はここでおしまいにします。ありがとうございました。